パークラテレビー！あーパークラテレビー！パークラー！パークラテレビーだよー！パークラテレビー！パークラテレビー！パークラテレビー！抑えていきましょう。はい、ということで、はい、これ何回？3回目 ?3回目。まさかの3回目ですよ。3回目、はい、いや、すごい続いてるよ。嬉しい。続いてる。よかったです。わー、やばい続いてる。落ち着こう。続いてるよ。あ、続く。じゃあ、はい、自己紹介いきますか。お願いします。どうも、世界で一番バッド用が多い YouTuber、シーバタです。イエーイ。そして、はい、ナリサドームです。よろしくお願いします。ドーム、いいぞ。そして、はい、日本レースクイーン大賞初代グランプリ南千夏です。千夏好きだ。千夏千夏すごい。もう皆さん絶対マイク音割れてますからね。絶対割れてる。大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫、割れるぐらいがちょうどいいんだ。ちょうどいいですね。割れるぐらいがね。はい、この番組は、はい、パンクラス TV とは何でしょう、千夏。はい、はい、パンクラス現在ですね、 MX テレビで生中継でお届けしている。マジで？そうなんですよ、聞いてください。パンクラスの試合、大会直前に徹底的に掘って掘って掘り下げて、パンクラスファンの皆さんにその魅力をお伝えするという番組なんですよ。知ってました？柴田さんずっとやってた。そんな番組ずっと言ってた。それをそんな番組なんだっけ。そうなんですよ。じゃあもうとりあえず、はい、パンクラスを、はい、ね、あの宣伝しようという。そうです、そうです。大変のもと、はい、めちゃめちゃやろうっていう番組だから。めちゃめちゃじゃないです、ね、めちゃめちゃやろうって。めちゃめちゃなんだよ、チラツ。分かった、めちゃめちゃやりましょう。めちゃめちゃ。はい、ということで、はい、今日のラインナップは、はい、今日も盛りだくさんでお届けします。はい、ここに出てくるはず。はい、パンクラスアンバサダー徹底分析。はい、柴田さんが大好きなコーナーですね。セカラのコーナーですね。あ、ちょっと違いますけどね。はい、そして激闘プレイバック、今回もご本人登場ということで、はい、どの選手が来てくれるのか楽しみですね。あ、激闘プレイバックで、はい、試合をした選手が。そうなんですよ、楽しみに。はい、そしてですね、今回もありました、南千夏の激熱会場リポート。リポート、はい、今回もね、会場に来たお客さんにリポートをしたので、うん、お楽しみに。その映像ですね。そうです、していただけたらと思います。はい、そしてそしてパンクラスニュース、はい、はい、こちらの方もお届けします。はい、坂本本部長と大沢健二さんも今日は登場して、パンクラス283の見どころを徹底解説。今回は大沢さん来てんですね。はい、よかったですよ。バックレてない今日は。そう、よかった、今日は大沢さん、今日バックレてないですか。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。よかったです。はい、はい、そしてですね、大好評、はい、矢部美穂さんの究極の体に KO という、あのエッチなやつですね。そうなんですよ。そこは否定できない。はい、このコーナーは僕が一番楽しみです。はい、私も一番楽しみです。はい、はい、はい、そんな顔は、うん、あれですね。え、それで終わり。そうですよ。あ、でもあれだな、多いね。多いですよ。ちょっとコーナー増えすぎじゃない。だいぶ増えましたよ、これ。覚えられないよ。覚えられないよ。MC 覚えなかったらどうするの。基本バカなんだから。ね、はい、まあそんな感じで、はい、コーナー盛りだくさんでお送りしていきます。パンクラス TV、はい、それではまず最初のコーナーはこちらです。仕事を勝ち取れ、パンクラスアンバサダーコーナー。このコーナーは、どんなコーナーでしたっけ。はい、そうですね、このコーナーはですね、パンクラスやパンクラス TV で活躍してくれる女の子、新人さんを発掘しちゃおうというコーナーです。そうです、アンバサダーとして前回までね、たくさんの女の子が登場していたんですけど、そうですね、うん、今回、はい、何でも、はい、このたくさんの女の子が厳選されて、はい、2人になった、おー、はい、厳しい、枕戦争を終えてですね、2人残りました。これはしてないと思う。これはしてないと思う。2人残ったぜ。はい、ということで、いつもよりも深くお話聞けるんじゃないかな。そういうことはね、はい、ということで、たくさんいたアンバサダーの方から2人が選ばれたってことなんで、早速その2人を呼んでみましょうか。はい、はい、それではパンクラスアンバサダーのお手方、どうぞ。どうぞ。スキップしてきた。戦い抜きました。すごい、すごい、戦場ね。
戦場頑張ったよ、戦い抜きましたよ、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。自己紹介してもらおうかな。はい、はい、自己紹介の方ちょっとお願いします。フリーアナウンサーの高橋あさみです。よろしくお願いします。大きい、はい、お願いします。びっくりしたいいな、あさみ。はい、続きまして、はい、はい、元保健室の先生、さえみること岩根紗英子です。感情だよ。よろしくお願いします。さえみる、イエーイ。はい、こんな感じですね。今回はですね、はい、12月18日のパンクラスの地上波放送のリポーター、うん、になれるかどうかを今回このコーナーで判定するって、うん、リポーターになれるかもしれないです。チナッティのポジションを奪うぞって宣言したら、本当に本当にそういうパワーされた、チャンスをやってきた、チャンスやってきた、早い早い早い、まだやで、まだやで、勝てそう。今日はこの3人にね、ベアナックルで殴り合いをしてもらって、殴れないです、ベアナックルで殴り合いをして、リポーターを決めてもらうという、じゃなくて、今回ね、2つなんかね、はい、2つなんかテストがありまして、そのテストでお互いのこの実力を測るっていう感じになっております。それ審査は柴田さんがするんですか？審査は酒井代表が、酒井代表がするらしいんですけども、はい、まあ、酒井代表が今この場にいないんで、そうですね、まあ、後々この映像を見して、はい、多分後々酒井代表からお前だっていう感じ決まると思います。待ってます、はい、待ってます、酒井さん待ってます。厳しいですよ酒井代表。もう厳しい、優しい、酒井さんきっと私のこと好きだからね、酒井さん、勝手な妄想、苦笑いしてる様子は思い浮かばない、はい、じゃあ、はい、こんな感じですね、まあ、早速、はい、1つ目のテスト、はい、1つ目のテストもうやるの？早っ、いや、もうやりましょう、やりましょう、やりましょう、いや、やっていかないと、いや、ほら、見てるから、酒井代表、ですね、1つ目がですね、はい、滑舌テストでございます。滑舌テストでございます。ね、リポーターは滑舌が大事、うん、大事、うん、あ、じゃあチナティが見本を見せてくれながら、待て待て待て、めちゃめちゃ、そういう流れできました。じゃあ見本見せてもらいましょうか。やべー、まずこの滑舌テストでは、待て待て、早口言葉、はい、早口言葉にチャレンジして、うん、はい、早口言葉、一つの早口言葉を3回言ってもらいます、うん、うん、3回、うん、怖い怖い怖い、でうまく言えるか言えないかっていう、そういうことですね、はい、これちょっと私やれなかったらやばくない、ね、レベルが一応1から3までありまして、まあ、まずはレベルごとに分かれる、まあ、まずはレベル1からいきましょうか。簡単なやつ、レベル1から、はい、簡単なやつから、簡単なやつ、これ1できなかったらやばいってことですか？やばいってことですかね。1できなかったらもう死んでください。そこまでは言わない。じゃあここに元キャスターいるんで、あ、そうね、強いかも、元キャスター得意、得意って言わないといけない職業な気がします。そうですね、これできないって言えない、ね、できないって言えない、うん、じゃあ、まあ、まず、まあ、レベル1は簡単でしょう、はい、レベル1はこちらです、はい、生麦、生米、生卵、生中だそう、このね、なんか違うんだ、最後、はい、生麦、生米、生卵、こちらを3回続けて見てもらいましょう。え、チナッティ、あ、チナッティの見本から、私これ得意なんです、マイクあります、大丈夫です、あいいですか、はい、行きましょうか、はい、3回ですよね、はい、いきます、はい、お願いします、せーの、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、すごい、イエーイ、なんかリズムが大事っぽい、これだけは、お前ら、お前ら、チナッツの座はそう簡単には覚えないぞ。そうだぞ、しかも可愛かったですもん、リズムが、うん、なんかね、すごくリズミカルで、いい感じだった、上手や、そういうのが大事、可愛さが、じゃあ、どっちから行く、どっちから、最初から、ショートだ。し、オッケー。よし。じゃあ練習しよう。じゃあさえみるちゃんからかな。はい。じゃあレベル1、生麦、生米、生卵。はい。お願いします。はい。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。ダメだろ。なんだろ。お前やる気あんのかお前。生卵。やる気あんのかよ。そこまで、そこまで。レベル1だぞお前。でも頑張ってた、ね、すごく頑張ってた、レベル1だぞ。じゃあ終わった終わった、でも立ち合わせ、じゃあ今から俺お手本見せてもらえるか、うん、お手本を、元アナウンサーと、ハードル上げられた。
アナウンサーだから。さすができるかな。3回連続で。今までで一番心臓が動いてるんですけど、どうしましょう。はい、まあ、頑張ります。ここは簡単だから。そうだよ。じゃあまずレベル1。そうです、そうです。オッケー。3回お願いします。それでは、はい、どうぞ。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。おお。なんだろう、冷静な早口言葉、まあ、すごいね、さすがだな、早いさ、早いし、リズムとかにあえて乗せないっていうのはすごい、うんうん、確かに乗せたらできないです、ね、乗せたらできない、あ、分かんないけど、すごい、まだまだレベル1だから、まだ、でもう一つレベル1なんだよね、もう一つ、次がですね、うん、はい、東京特許都会局でございます。もう一回お願いします。東京特許許可局、東京特許東京特許、東京特許、許可局、違いますよ、許可局、東京特許、許可局、局長、許可局長、許可局長、許可局長、実在しないじゃないですか、まあ実際は特許庁なんですけどね、特許庁、特許庁でよくない、特許庁でよくない、年上なのにごめんなさい、すごく良くないとこじゃないから、良くないとこじゃないから、テストだから、テストで、テストでいきましょう、じゃあま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 あ、はい、行ってもらいましょうか、はい、じゃあ、順番同じでいこうか、はい、順番同じで、とうとうとっと、とやる気あんのかお前、とっと、やる気あんのかよ、よし、じゃあまず早速行ってもらいましょう、はい、それではレベル1です、3回どうぞ、東京特許許可局局局局局長、うん、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、おお、盛り返した盛り返した、いやいや、最後行けてた、最後行けてた、最初がちょっとでもあれだったんじゃない、終わりよければ攻めてよし、やったー、ありがとう、ちょっとくっつけ、ちょっとまあまあ、そっちに驚いちゃった、お手本もね、見せてもらいましょう、はい、アナウンサー、これ練習したことないやつだもん、何でこれやったことないやつだもん、いやでもほらリポーターだから、うん、いきなりね、いきなり来るからこういうの、そうですね、言ったことないことも言うから、うん、そうですよね、じゃあということでね、レベル1、はい、3回お願いします、ちょっと顔見しながらいきます、どうぞ、東京特許許可、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、うん、あ、3回目がみんな、3回目が一番クリーンな感じで、最初はダメなんだな、最初はね、最初はな、柴田さんやってくださいよ、え、柴田さんやりましょう、そうやりましょう、やりましょう、僕は簡単です、こんなの、おー、やっぱね、さすがですね、そこは、はい、じゃあ行きますよ、はい、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、おらー、勢いだけ、勢いすごく書き回した感じが、学びました、勢いでいけってことですね、学びました、はい、まあ、このね、これレベル1とかちょっと結構きつい、ここもレベル上がっていきますんで、もっと上がる、学んだ勢いだよ、うん、じゃあ次いきますか、レベル2がですね、地図帳でチェジャ、地図帳でチェジュ島探し、地図帳でチェジュ島探し、難しい、難しい、チェジュ島、チェジュ島ってどこ、チェジュ島ってあるの、韓国ですね、あ、さすが現リポーター様、イエーイ、さすがです、これ難しいね、やっぱ地図帳でチェジュ島探し、やっぱりレベル上がりましたね、タカティ、タカティ地図帳で地図帳探し、よっしゃ、行きます、頑張ろう、早速レベル2、頑張る、それでは3回お願いします、どうぞ、はい、地図帳で地図帳探し、地図帳で地図帳探し、地図帳で地図帳、やり通せよせめてやり通せよお前今心折れたろ、声にならない、声出てたもん、途中なんか吹いちゃった、心が折れてたぞ今、ダメね、まあまあまあ、難しい、これ難しいけども、難しいけどもじゃあ、まあ、あの見本を見せてもらいましょう、ちょっと視線ずれますけど皆さんごめんなさいね、はい、それではレベル2、真剣にいきます、はい、3回お願いしますよ、はい、それではどうぞ、地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でチェジュ島を探し、おお、すごい、すごい、完璧、すごい、これはすごい、わかりました、唾飛ばしながらやればなんとかなる気がする、ああ
それは全然もう気にせず頑張れば気にせず頑張れば逆にもう吐きかける感じね吐きかける感じ吐きかける感じ で続きましてですね、じゃあもうレベル3いっちゃおうか上がりますか一番難しいやつ、一番難しいレベル3がですね視聴、視中、視種、視筒、視触し、視聴中うわ視聴中視聴何やってんの視聴市長さん何やってるの市長市長市中市主しつつ市職し市長中何見てんだよ何を見てるのこんなん俺知らないけどこんなん知らんけど難しすぎる難しい考えた人がすごいや作業と作業がオンパレードあのリポーターになりたいんだったら本当こんぐらい言えなきゃダメだからうんそうですねはいじゃあ早速行ってもらいましょうかレベルさんこれも3回お願いします難しい難しいよ、うん、じゃあそれでは行ってもらいましょうか、はい、それでは3回お願いしますどうぞ市長市中市主主市つつ市職市市長中市長市主市中市中中市職市市長中市長市主市中市主市中市長中めげためげた途中迷子になったろ完全に迷子になったぞ迷子にどこに自分が歩いてる場所どこか分からなかったの難しいよ難しいから仕方がない頑張る頑張るよそれでは行きましょうはい、はい、レベル3 3回お願いしますどうぞ、はい、市長市中市主しつつ市職し市長中市長市中市主しつつ市職し市長中市長市中市主しつつ市職し市長中おおすごい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 これはちょっとスピード落ちますねいやでもすごい何もすごい難しいすごい、うん、まだドキドキしてる、うん、いやいやこれはでもかなりね、ポイントを取ったじゃんポイントの、ね、見てる坂井さん見てる頑張ったよはいで、はい、テスト2つ目まだあるのね2つ目じゃあ、とりあえずこの一つのテストで、はい、多分後々酒井代表から、はい、なんかオファーが来たりとかお参りするとかいう連絡が来ると思いますので待ってます、結果の方をお待ちください待ってます酒井さん待ってますはいということで、はい、パンクラスおいおいということで、はい、パンクラス、はい、アンバサーのコーナーでしたWe'll be right back.
激闘プレイバック。全然ずれて今ね。全然ずれて。はい、この、はい、このコーナーはですね、前回大会パンクラス282における、白熱した、戦いをプレイバックと、大沢健二さん、前回バックレた大沢健二さん、今日来てくれたんですね。今日バックレじゃない、前回何だったんだ、前回。いやいや、バックレじゃないから。バックレじゃない。いやいやいや、忙しいんですよ、忙しいんですよ。忙しかった。お金を稼がないと、ああ食べさせていけないんだよ、ね。今日は大丈夫ですね。今日はもうね、しっかり時間作ってきたんで、はい、今日はね、はい、頑張って解説してください、はい。試合をね、解説してもらいながら、試合をね、振り返っていこうという、コーナーでございます、うん。今回は、今回のその大会で試合で戦った、ね、当本人の先蔵選手にもお越しいただいております。そうですね、今回先蔵選手と安永選手の、はい、フライ級、バンクラスフライ級における、まあ、ランキング2位の、安永選手と、その当時のランキング3位の先蔵選手の、まあ、多分この勝者が次のね、挑戦者になるんではないのかなという思われる。でも、勝者って言いますけど、負けた選手ここに来ないでしょ。っていうことはね、これで。まあね、今日こちらに来てもらってる、どうなんですかね。いや、僕結果知らないですけど、負けた選手に自分の試合を解説してもらうのはないですよ。それはね、パンクラスは厳しい世界なんでね、そういうこともする可能性もあるんで、ちょっとじゃあ、それもね、ここに来てる先頭選手がどうだったのか、それも含めてちょっと VTR 気になりますね、見ていきましょう、はい。じゃあすいません、じゃあVTR の方をお願いします。どうぞ。先蔵池田 vs. これですね。安永。3-5 minute rounds in the men's flyweight division。先蔵選手と安永選手、今どうなんでしょう。これ流れてるんですかね。流れてるんですね。始まった。始まりました。これね。But this is a very good matchup, I think. これ先蔵選手はランキング3位なんですけど、もともとボクシングやられてて、ボクシングでも結構結果を残してる選手で、先蔵選手はね。で、先蔵選手、ボクシングで東日本の新人を取って、B 級賞金トーナメントの、ね、優勝、もうだから打撃はすごい得意な選手で。で、なんで総合に、なんで総合に。心折れちゃいました。心折れた。心折れた。はい。それで引退して、もう一回ボクシングやろうかなって思ったんですけど、ちょっといろいろな理由でちょっとできない。で総合格闘技に、はい。総合で。総合。総合。そう、総合で。どうせこいつら打撃できねえし。いや、ボクシングは捨てられない。余裕だぜって。最初はもう全然勝てなくて、アマチュアの時は、はい、もう負けてばっかだったんで、そこからね、這い上がって、はい、そうですね。そうですよね、だから安永選手は前回、今のチャンピオンの三木選手に、まあ、判定で負けて、あ、タイトルはやったことタイトルはマッチは経験してて、それでこの前負けて、それの再起戦でこの先蔵選手と戦うことになって、それで結構組み技も強いし、打撃もねやる選手なんですけど、この試合で先蔵選手ちょっとやっぱり組みがね、僕がちょっと驚いたのは、組みで結構組み勝ってるというか、はい、今回組みのグラッピングはすごい練習させていただきました。そうですよね、はい、結構この映像であれなんですけど、ここ今首あれなんですけど、バック取るシーンとかね、あ、そうですね、結構、はい、うまくバック取って、はい、それは練習してきました、はい。ちょっと僕のイメージだと、打撃の選手って結構体が弱いイメージあるんですけど、映像で流れるかどうか分かんないんですけど、結構安永選手が組んできたところを押し倒したりね、ねじり倒したりとか、はい、あ、そうですね、はい、結構そこら辺はあれですか、はい、この守るとの試合とかで、ね、そうですね、守る選手とやった時は
ちょっと自分の力出せなかったんで、今回はちゃんと出せてれば、守もいけたと、はい、今ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、ちょっと言う機会があるから、ここで試合前に言ってください、もう試合前にちょっと体調を崩しちゃって、あら、これも負けるには十分の理由ができた、すいません、言い訳ですね、言い訳です、すいません、これね負けるには十分な理由ですよ。これ体調崩したんですね、はい、ちょっと入院とかしちゃって、ああ、それはしょうがない、それはもうちょっとそれはしょうがないですね。あとはどこ、ちょっと喉に海が溜まって、で入院、試合の2週間前ぐらいに入院してしまって、試合2週間前、はい、試合の2週間前に入院して、それを試合を蹴らずにキャンセルせずに、ちょっとそれであの試合ですか、はい、じゃあでもちょっと精神的にちょっと追い込まれちゃって、はい、ちょっと自分の試合はできなかったなっていうのがあったので、じゃあこの試合の時はもう万全、はい、今回はもう死んでも勝つぞって気持ちで、はい、もう負けたら最後だろうっていう気持ちで臨みました、はい、やっぱりね、ちょっとやっぱこの試合見た時にこれだけ組強いんだなっていうのが結構あったんで、トップ選手パンクラスのね、この階級のトップ選手相手に組み勝ってるから、はい、ありがとうございます、ね、もしね、その先頭選手の言うように守の時に体調を崩してなかったらすいません、これちょっと分かんないじゃないですか、これ多分守がね、守選手が次おそらく三木選手とのタイトルマッチに、ね、はい、なると思うんで、その勝者と、はい、ぜひちょっとリベンジしたいですね、はい、言ってやりましょうよ、じゃあ、はい、ちょっと言ってやりましょう、強いやつ、マクレガーみたいなやつ言ってやりましょうか、じゃあもうそうですね、はい言ってやりましょうよ、はい、もう酒井さん、自分が一番面白い試合するんでタイトルマッチやらせてください。そしてタイトルマッチをやらせてもらった暁にはどうしちゃいますか、じゃあ暁にはチャンピオン、はい、多分挑戦者になるんで、はい、チャンピオン相手にどうしますか、じゃあもう一番面白い試合して KO したいと思います。そうですね、はい、やっぱり自分は、はい、自分はやっぱり打撃が武器なんで、打撃だったら誰にも負けない、負けない、はい、パンクラスのフライ級でも自分がストライカーだったら一番だと思ってます、はい、いいですね、これ体調崩したりしなければ、はい、そう、もう次は絶対喉だけ気をつければ、はい、そうですね、はい、今回は、はい、体調だけ気をつけて今回やってきました、いや、これね、喉飴舐めてね、喉飴、ね、喉飴はもう欠かさず、はい、あとイソジンは、はい、ちょっと試合決まったらその体調のところだけちょっとしっかりねツイートしてもらいましょうね、そうですね、はい、今日はまだ体温ツイートしてもらって、はい、ね、絶好調です。絶好調です。もう、はい、この時は絶好調です。はい、安永さんやる時は絶好調でした。はい。いや、まあ本当にこの試合は本当にこれは今3ラウンド目だ。これ3ラウンド目ですか。全然試合を一緒に見てなかったんで、ちゃんと見た方がいいですね、これね。これは3ラウンド目、3ラウンド目、3ラウンド目、最後ですね。3ラウンド目。組み勝ってるんでね、これね。3ラウンド目でこんだけ受けるのか、すごい気持ちで最後ですね、安永選手がその結構下になることを結構選んできてるっていうか、はい、少しダメだったらもうちょっとね下になっちゃうみたいな、そうですね、それぐらい結構組み勝ったから、あ、これで判定ですね、はい、判定か、はい、ドキドキしますね、どうですかね、もうこれだけ話言っといてちょっとおかしな話ですけど、はい、判定どうなりますかね、いやだから勝ったんですよ、これだけ言っててドキドキしますね、これね、はい、どっちですかね、はい、ああ、よかった、ありがとうございます、よかった、はい、ありがとうございます、よかった、ありがとうございます、これタイトルやらせてくださいって言ってますよね、これ負けてたら、なんてやらないってみんなね、モニターがちょっと見づらいから、試合がどういう感じっていうの、一緒に見てるような感じだけど、話をしてるような感じになっちゃって、あ、すげえ、すげえ、すげえ、やっぱりね、たまたま出ました、はい、蹴りも結構出るようになってて、あ、そうです、蹴りは、はい、結構得意なんですけど、やっぱあんまり出せなくて、いつも、はい、パンチだっていつも言われてるんで、実際はちょっと蹴りも得意です、はい、いや、これ次対戦する選手はね、はい、
武器もっとあるんだぞつって強さあんなもんじゃないんだぞって言われたら、うん、組も強いし組も強いし、ただ喉が弱いそうなんです、喉が弱い喉だけ、まあ、喉だけちゃんとケアすれば、はい、ハイトに関係あるのかどうかわかんないですけど、はい、喉飴だけは、はい、喉だけ弱いです、ね、今日もね、はい、堺代表にアピールしたし、ね、多分今後もあると思うんで、先頭選手、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで激闘プレイバックでした。ありがとうございました。激アツ会場リポート、来ました来ました。はい、ということで、はい、南さん、はい、前回大会に、南さんが行って、はい、くれております。はい、はい、ということで、いや、リポートしてくれたんですよね。そうなんです、行ってきました。前回もやってましたからね、はい、あれは良かった。良かったですか。まだまだね、いろんな方に聞いたので、まだまだ、ぜひ、前回の続きってことですよね。そうなんです、続きなんですよ。なるほど、ぜひご覧ください。じゃあ、はい、早速、はい、見てみましょうか。はい、じゃあ VTR をお願いします。どうぞどうぞ。はい、試合の方全部終わりましたけど、今日一番印象に残っている試合はどの試合ですか。ちょっと個人的になっちゃうんですけど、僕フリーダムオーズの所属で、先輩の先祖選手が、ちょっと試合出てたので、はもうすごい試合でびっくりしましたね。本当にこれからバンバン練習して自分も頑張りたいと思います、はい、じゃあいつかはこの舞台に立って対戦する日が来るかもしれないですね。階級が違うから対戦はないと思うんですけどそうですね、まあ自分がそうですね、ファンクラスに出ることが。そうなんですね、応援します、頑張ってください。はい、今日一番印象に残った試合は何ですか。高木健太さんの試合で、ジムが同じなんで、まあ後輩なんですけど、まあ負けちゃったんですけど、まあ一番面白かったなっていう。そうなんですね、やっぱり自分が同じジムだと見ていて面白いですよね。楽しいですね、やっぱり、はい。次は勝ってほしいですね。次は勝ってほしいですね、はい、はい、今日印象に残った試合教えてください。メインのシューバ選手がまず自分同じ階級なんですけど、そうですね、すごいパワーだなと思いましたね。もう判定になったじゃないですか。判定の前に勝ったなって分かりました。ああ、まあそうですね、オープンスコアなので、そうですね、分かりましたね、はい、そっか、ありがとうございます。これからもファンクラス応援してくれますか。はいはい、応援します。はい、見てください、ぜひ。ありがとうございます。はい、全試合終わりましたけれども、
あの全試合見られました？見ました。最初から見ました。長かったと思うんですけど、その中の試合で一番印象に残っている試合、楽しかった試合を教えてください。はい、やっぱあのメインのカードはすごいなんか外国人の選手強いなと思って面白かったんですが、やっぱ一番印象に残ったのはあの朱里選手、女子の選手ですごい可愛らしいのになんかすごいパンチ打って KO しちゃったんでびっくりしました。ねえ、すごかった。早かったですよね。なんかもう可愛らしい子なのにあんなすごいパンチ打ってたんで、すごいなと、女子の力強いなと思いましたね。これから朱里選手をね、応援したくなっちゃいますよね。もうなりました。今後応援していきたいと思います。はい、私も応援してるんですけど、これからも、はい、いっぱい応援しましょう。したいと思います。また見に来ます。それでは印象に残った試合、面白かった試合など教えてください。同じになってしまうんですけど、やっぱり朱里選手の試合が一番印象に残りました。はい、どういったところが印象に残ってますか？相手の選手出てきた時、結構体作ってきて強そうだなって思ったんですけれど、朱里選手かなり安定して強い感じで、最初からなんか、あ、これは朱里選手いけるかなと思って見てました。そうですよね、もう醸し出すオーラに余裕がありましたもんね。そうですね、なんかあのプロフィール見たらキックボクシングのチャンピオンでもあったんで、やっぱ打撃さすがだなと思いました。はい、本当にこれからもパンクラス出場してくださると思いますので、パンクラスの方も応援よろしくお願いします。ぜひぜひまた見に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。こんにちは。今日ですね、一番印象に残った試合はどの試合ですか？この滝沢くんの試合です。スポンサーもしてるので本当にすごい残念だったんですけれども、本当すごいいい試合だったと思うので、次はぜひ頑張ってもらいたいと思います。また応援に来ます。すごいですね、この T シャツも滝沢選手のものということで、名前、あ、どこかに入ってるんですね。あ、すごいですね、一緒に T シャツ。滝沢選手の好きなところを教えてください。そうですね、みんななんかの童顔なのにね、あんなに素敵ななんか技を繰り出したり、初めて見たんですけど本当にすごいと思いました。また見に行きたいなって思いますか？女の人だとできないことなので、やっぱりなんかこう自分では戦えないので、見てるとこうスカッとしますよ ね。 そうですね、また頑張ろうみたいな気持ちになりますよね。はい、今日女性のねカードもあったんですけど、やっぱり私たちは怖いじゃないですか。ねえ、やっぱ見てるとかっこいいですよね。かっこいいですよね、まあ、やれないけどやってみたいですよね。そうですか。じゃあもしかしたらパンクラスに出てる日が来るかもしれないですね。私も応援します。またぜひパンクラスも遊びに来てください。はい、ありがとうございました。さっき頑張ってね、滝沢くん頑張って。やったー、ヤミさんありがとうございました。なら女性選手 の、はい、あのファン の、はい、あの大きなお友達にインタビューしたの、あれはお決まりなんですか？お決まりですよ。もうそういうコーナーなの？でもたまたま、うん、あの方答えてくれそうだなと思ってインタビューするんですけど、みなみさんが見つけてくるんだ。そうなんですよ。こいつ行けそうやぞ。出てきた人に片っ端からこうもうインタビューして、もうほとんどの方が答えてくれて、そうなんですよ。面白かったのがあの人だ。朱里選手のファンがね。朱里選手にもああいうファンがいるんだね。多いですよね。やっぱり、ね、あの可愛い顔で強いっていうのが魅力みたいですね。どの方に聞いてもそう答えますからね。みんな M なの？ド M？ ド M なんだよ。そうなんだ。殴られたい蹴られたい。なるほど。いつかじゃあここの企画でやったら面白いかもしれないですね。いや絶対やばい。すごい集まっちゃう、参加しますよね多分ね。いや俺もやられたいけどやばい、大きなお友達はやばいって。そうですよね。いやでもちょっと次回からもぜひもう、はい、あのいい人を見つけて、はい、そのぜひリポート。 いい人結構見つけてましたよ。いやすごい、滝沢選手のファンの方。ああ、そ う、 そう、あれもでも見つけたんだよね。うん、そうなんです、あのわざわざ T シャツを着てくれて。そうなんですよ、大ファンということでね。結構僕まだ会場行ってたんですけど、はい、すっごい人多かったじゃないですか。多かったです。多かった中でよく見つけれたなっていうのは。見つけましたよ、任せてください。いい人を見つけるセンスがあるんですね。そう、でもアンバサダーの方にその座が狙われてるので。危ない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 ですけど、はい、はい、まあ、アンバサダーの方もやるんだったら、うこんぐらい、うん、マジでこいついけるぞみたいな、こいつおもろいぞっていう人を見つけて、そうですそうです、リポートしなきゃいけないってことだね。そうですよ、男女ね、うん、あの平等にいっぱい聞いていただけ
ればと思います。あ、じゃあはい、そんな感じでね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そうだ、じゃあパンクラス激アツ会場リポートでした。イエーイ。に関する最新ニュースを皆さんにお届けしたいと思います。はい、前回大会でなんか格闘技界 もう揺るがす、はい、もう大きなニュースが流れましたね。そうなんですよ、あの中井凜選手が年末に行われる雷神にファンクラス代表としての参戦が決定しました。これはすごいね。ねえ、これはすごい、すごい代表なんだね。そうですね。あとね、高田さんがね、パンクラスのケージの上に上がるっていうね、高田本部長が、非常にあれだいぶ ね非常にそうそう重大な、そう、うまいね柴田ね、はい、ネットがざわつきましたからね、あれね。あ、でもだいぶ盛り上がってましたよ。なんか VTR が、はい、あるさんで、それでは VTR 出てこいや。Shaolin WattVersus Rin Nakai. 3 5-minute rounds in the women's flyweight division. Rin Nakai. Wow. Round Shaolin. Two. Wow. Looks like she took some damage there. Yep. The referee stopped it. He wants the doctors to take a look at that. Shaolin Wattの選手のドクターチェックを行います。しばらくお待ちください。They need to make sure she can see clearly out of it. I don't think it's a fight stopping injury, but it could be affecting her vision. Yeah. Well, the bottom of her eye is really swollen up. It looks so like it could have been from one of those hammer fists. Right. Yeah. I thought straight to mount, hammer fists, elbows, staying very high in the mount.And then looking for the armbar near the end of the first round. They restart. Very dominating. Let's see what Charlene can do. She opens up with a kick to the midsection of Rin Nakai. She's got to be careful to not allow Rina to take her down after those kicks again. Nice left hook from Nakai again. Yeah. Popping the jab in. Really good with that jab hand, Charlene. Yeah, her lead hand and her lead leg work very well for her. Right. Rin's doing a good job of circling away from her kick, so any kick that Charlene throws, yep.
essentially has no damage. The guy unable to get the takedown right this time. This time. But I'm sure it's the first of many attempts. Yeah, she'll be looking for another one. She knows she can finish the fight on the ground. Yeah, yeah. And she's having some success too, standing up as well. Yeah, the drop in the head with the left lead hook has been working for her. See? Yeah. Maybe not quite hard enough, but she's smashed a number of girls who've come her way. So here we are back in the mount position, Rin Nakai. She took this position in the first round. She has it again now in the second round. With 3 minutes left on the oh, finding a way through the guard. She's hitting the back of the head. Oh, the referee stopped it there. Right. Charlene Watt was unable to reply with anything. Right. Rin Nakai takes the win in this flyweight division matchup. I was surprised the referee didn't say anything about those back of the head punches, but having said that, she was dominating and she was smashing her from the top. Right, right. Then another very dominant win from Rin Nakai. Nice takedown there. Textbook. Right. Nobuhiko Takada enters the cage. Oh. He is the man in Ryzen right now. Ryzen is basically Pride reborn. Nakai Rin. Rin Nakai. Omizuka Ryzen. New Year's Eve. Pankras no daiyo toshite. As the main Pankras fighter. Murata Kanako. Tanaka. Ogenka. Big fight against Ms. Tanaka. Will you accept it? Sorry, Kanako Murata. Kanako Murata has called out Rin Nakai. Are you going to take this match? Let's do it. Okay. All right. いやーすごい上がる上がる上がるよこれ見るといやー下がる本部長ね煽り方が上手ねうまいもうね持ってくよねバオレすごいなこれはもう嫌が俺もう盛り上がらざるを得ないというか素晴らしいですねうわこれは大晦日めっちゃ楽しみ楽しみ目が離せないですね会場にもいたんですけど、はいはい、お客さんの反応もすごかったですよ。高田みたいな。そう、ああみたいな。バンクラスのリングに高田さんみたいな。はい、すごかったですね。そうなるわな。はい。あ、なんかその中井凛選手の決意表明、はい、VTR があるということなんで、はい、じゃあそちらも皆さんに見てもらいましょう。どうぞ。年末に村田選手と試合するようになりました中井凛です。私はそんなつもりはなかったのですが、いつの間にかパンクラス代表みたいになってしまいまして、責任ある立場で気持ち的に追い込まれています。いつも通り戦ったら問題なく勝てると思いますので、頑張ります。ファンの皆様、応援お願いします。ぜひ会場に見に来てください。来てね。12月29、31日世界の格闘技の聖地オユルサイゲームスプレゼンツライジンファイティングワールドグランプリ川尻グレイシーの大喧嘩アーセンところの大喧嘩レーナ、ミウ、村田、中井女たちの大喧嘩無差別級グランプリ世界の怪獣大戦争
ミルコ対シューバ伝説の大喧嘩最終章、集結せよ戦いのカウントダウンフェス 2days。 And here he is, ladies and gentlemen. よーしろ、楽しみ楽しみ。いや、あの、強そうな喋り方で、あれ、あれなんでいつも中井選手はあの棒読みなんですか、あれ。ねえ、初音ミクだってもうちょっと流暢に喋りましたなんでいつもあの棒読みなの。ねえあのキャラクターで強いから、ね、いいですね。いや、あの筋トレもあれ誰にやらされてんだあれ。中井選手がね、どういうあのキャラクターなのかっていうのは、まあ、ブログとかね、中井選手で調べてみてもらえればだと分かる感じなのかな。分かる感じなんで、うん、多くはここで語らずにね、ちょっとブログとか見てもらってね。まあでもパンクラス代表だから、はい、何としても勝ってもらって、ね、ぜひね、はい、でパンクラスの名をね、この地上波に、はい、全国にね、こうガーッと言ってもらって、やってもらいましょう、盛り上げてほしいですね。はい、はい、そんな感じで、以上パンクラスニュースでした。次回大会徹底解説、坂本本部長のここを見ろのコーナー。イエーイはい、みなみさん、はい、このコーナーはどんなコーナーでしょう。はい、このコーナーはですね、次回大会の見どころをパンクラスの坂本本部長と大沢さんに徹底的に解説していただくコーナーです。解説してもらいましょう。はい、お願いします。はい、はい、そんな感じですね、はい、次回の見どころを、お願いします。次回の注目の、ね、数ある試合の中の注目の4試合を紹介したいと思います。はい、まあ、まずはこちらの試合からですね、どうぞ。はいはいはいそれ来ないですね、どうでしょうか。内村、田中半蔵戦ですね、まずは。はい、はい、まあね、内村選手ね、まあ本当に、はい、内村選手はね、打撃が、そうですね、まあ、KO 7割、勝率7割の、ね、KO なんで、はいはい、彼の場合はもう、そうですね、打撃、まあ本当にこう、バネのある、はい、ものすごいこう、スピードとバネと、あとはまあ、威力ですかね。そうですね、はい、まあ、本当にいい選手なんですけど、やっぱ打撃戦、絶対打撃戦ですかね。いやー、まあね、
田中選手も、まあ、打撃得意ですけどね。そうですね。ただ、はい、やっぱり田中半蔵選手は、はいはい、オールマイティな選手で体が強いんですよ。ね、寝てくる、組んで倒してくる可能性もある。まあありますね。うん、で、この2人ね、うちのプロ練習で練習でも結構スパーリングとかも何度かやってたことはある。あ、あるんですか。その2人で。そうですね。僕は見てますね。じゃあもう分かるじゃないですか、結果が。結果は分からないですけど、はい、でもこうなんじゃないかな。どっちの方が強いみたいなのが、こっちの方がちょっと自力があるみたいな。これはね、これは本当に坂本さんの僕が絶妙なところで、いえいえ、やっぱりマッチメイク上手なんで、やっぱ僕からしても見たいなみたいなね。ありがとうございます。そういう試合なんですけども、はい、そうですね。でちょっとこれ、あれですね、田中選手のVTR はないので、じゃあ次の注目の試合、はい、行きましょうか。はい。はい。はい。これはね、もうね、高谷。もうね、言わずもがな。もう言わずもがなですよね。はい、まあ、日本の格闘技界の象徴というか、はい、まあ、高谷選手ですよね。そうです。もうメジャー団体でずっと渡り歩いてきて、うん、そして今、パンクラスにたどり着くという。はい。はい、まあもう喧嘩番長と、もう誰相手でも殴り合いをするみたいなね。はい。僕は高谷選手のパンチ、スパーリングでもらったことあるんですけど、おお、本当にこれ冗談抜きで今までもらったパンチの中で、はい、一番痛かったです。一番痛いんだ。痛い。早いとか。早いとかじゃなくて、見えないとかじゃなくて、痛い。痛い。もう石でぶん殴られてるみたいな。さすが悪魔の拳。悪魔の拳です。デビルフィストですよね。はい。高谷選手の着る T シャツによくデビルフィストって書かれてます。書いてますね。で、ここの対戦相手が、対戦相手、はい、伊佐選手。はい、ね、パンクラス。ライト級チャンピオン。元チャンピオン。元チャンピオンですね。はい。でも伊佐選手といえば、まあ、オールマイティーな選手 で少しちょっとパンクラスから北米のね、そうですね、アメリカ行って。ちょっと挫折をしたという。ちょっとね、北米のスタイルきっちりこうカチッカチッってやるのが本人に合ってないような気はするんですけどね。そうですね。はい。まあ、そこで少し挫折をして、ただ総合格闘技にで言うと挫折すると強くなるんで、僕はもうサイヤ人ですね。負けると必ず強くなってくるんで、ここでそうですね。フェザー級の新旧対決をね、ここで組んじゃう坂本さんですね。これね、本当に甘くないなっていう、なんかこうお互い、僕からするとこうちょっと勝たして少し名前をこう上げさせてから やらせたらどうかなと思うところ。あ、でもやっぱその高谷選手の方がやっぱ格上は格上なんですよ。だけどもういきなりしんどいところをまあ、容赦なく当ててくるんで、坂本さんが。これはですね、挑戦っていう感じなんですかね、伊佐尾選手の挑戦みたいな。どういう感じなんですか、イメージとしたら。この組み合わせの答えは試合を見てください。試合を見ましょう。さすがですね。さあ次です。はいはい、はい、次行きましょう。はい、これはもうフェザー級の超新星の、はい、松島小読選手ですね。小ですね。これが小読選手、はい、空手ベースの電撃レスリング、パンクラスキッズですからね、ジュニアでしたからね、はい、レスリングはもう AAC で たたき上げられた、もうレスリングもできて、あとは空手とね、はい、そうですね、体もきっちり、はい、いいフィジカルも持ってますし、すべてフィニッシュしてますよね。そうですね、そうなんですよね。すごいな、すげえ、すげえ、早い、すごい。本当に日本の折れちゃう、日本の格闘技界を背負う選手と言っても過言ではない。うわ、膝やばいなあれ。いやもう打撃もね半端じゃないんでね。そうですね。そこにあれですね、日本のメジャー団体でもずっと勝ってきた。はい。あ、折れるよ。止まるでしょ。いや怖いですねこれ。すごいな。もう寝ても寝ても立っても、はい、
いやもうすごいす楽しみですよ、はい、そしてここが丸論サンドロ来ましたね、すごい軍神丸論サンドロ、もうこの選手はもう日本でもおなじみでもう、はい、数々の日本の名選手たちが挑戦しては倒されてきてね、そうですね、そこ のすごい強い、すごい外国人選手に日本のホープを当てちゃうっていう、はい、最高の一戦ですね、打撃がやばい、この人も打撃の人なんですか、打撃も強いんですけど組み技も強いんですよ、上下の打撃がうまいですね、上下上下、そしてもう次これですね、おおすごいすごいすごい、メインイベントですね、お前へみたいなの決まった今今度の試合のメインイベント、はい、6年間負けなしの絶対王者須鍋選手ですね、あ、はい、須鍋さんフェザー級のアストロ級のタイトルマッチ、そうですね、ここにもうあの若手のね、はい、中坊株の北方選手、はい、大阪のまあもうそろそろね若手たちからしたら6年間無敗の須鍋選手ね、うん、6年間ベルトを持ち続けてる、そうですね、そうですね、階級を、まあ、階級3つにまたがってますけど、すね、はい、まあ、すごいですよ、もうねイケメンでね、はい、花もあって、はい、まあ、愛もあって、そうですね、もういい試合の組み立てもうまいし、はいはい、その須鍋選手にこの勢いのある北方選手、はい、須鍋選手が危うくなるのはやっぱこういう真っ向勝負ができる北方選手ですね、あ、はい、ガンガン来るんで、ね、当たっちゃったらみたいな、はい、あ、まあ、この全ての4試合を次回大会で12月18日ですね、はい、楽しみに皆さんぜひ見に来てください、いやこれでも全部すごいなんか楽しみですね、はいはい、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、坂本本部長のここを見ろのコーナーでした、ありがとうございました、醍醐味って言えばやっぱり後ろを見てちょうだい、このお尻丸出しの後ろ姿よね、プリンプリンしちゃってる一見柔らかそうに見えるけど、ミキ選手ちょっと力を入れてみて、カチカチ、まるでコンクリートみたい、私こんな硬いお尻見たことないわ、すごいわねじゃあここからは私の質問タイムを正面を向いてください、ねえ私をドライブに連れて行くならどこ、伊豆、あー伊豆いいわね、ゆっくりできるもんね、温泉入っちゃう2人で、あねえあなた、うさぎが大好きなんですってね、はい、じゃあ、このお尻で大好きなうさぎにメッセージを送ってもらってもいいかしら、じゃあお願い、
なになに？やべみほかわいい？やだ、もうウサギと全然関係ないじゃない。私あなたのお尻にノックダウンされそう。はい、ありがとうございました。やべみほの究極の体に毛を見てもらったわけで、大丈夫なのこれ。いろんな人が毛をされてそう、今のは。すごい、どんどん音が聞いてるんですか。やばいね。やばい。いや、もう次回、もう、あの、いや、いや、なしなし、それはない、それはない、それはない。次回もう、今も手こきもしわも絶対あるだろう。それはないです、ないです。いや、ちょっとこれ、だんだん過激度が増して、はい、楽しみになってきましたね。楽しみ。いやー、出たい。世の男性は全員楽しみでしょ、これは。出たいね。女性も楽しみですよ。え、女性も楽しみですか。何をやらせな、矢部さん。いいですね。いやー。はい、ということでお送りしてきました、はい、パンクラス TV、もうそろそろ、ね、お別れの時間なんですけれども、早い早い、パンクラスの方からお知らせがあるそうです。お、皆さん、はい、ちょっとお願いします。はい、12月18日リファ有明にてパンクラス283が開催されます。お、はい、詳しくはパンクラス公式ホームページをご覧ください。お、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、そんな感じで、お送りしてきたわけなんですけれども、うん、はい、僕の方からもお知らせがあります。はい、12月18日は、19時から FX テレビにてパンクラスライブが生放送中です。そしてアベマTVではですね、大会の模様を余すことなところなく、15時から生配信スタート、ぜひご覧ください。お、はい、はい、そんな感じで、はい、やり遂げましたね、今回も。やり遂げましたね。やり遂げた。達成感。いや、よかった。そういう感じですね。はい、なんか次回も、お、次回もやりましょう。まだあるらしいですよ。やりましょう。どんどん続いてる。どんどんいきましょう。どんどん続いてる。ガンガンいきましょう。まあね、次回がですね、お、12月1日またこれ、12月1日の、違いますよ。あ、違う、違うんだ。そうなんですよ。12月1日はなくなったのか。ないんですよ。まあ、なんでかな、なんか今日やっちゃったかな、大丈夫ですか。ほらほら、毎週ちょっと頑張ってたから。あ、考えられるとしたら柴田さんかな。次回がですね、はい、1日がなくて、12月8日の19時から、はい、だそうです。またね、はい、ここで、同じく放送されるので、はい、皆さんぜひ見てください。はい、はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。バックラス TV でした。はい、またねー。